今、緊急で動画撮ってるんですけど、あの、メイルミルクが、まあ、浮気を告白した後、まあ,あ、となんかその鍵アカが、鍵アカっていうかなんか、違う名義で使ってたアカウントが、なんか私だみたいな、そのあれがね、こう出ててなんか、まあ、これはちょっと不確定情報なんですけど、まあ、少なくとも、あの、本赤で浮気を告白したのは本当でして、で、その裏でね、いろんな人の悪口言ってたアカウントが、まあ、あの、 ほ、メイミルクが中身でしたっていうのは他の人のツイートでしか僕確認できてないんで、これはちょっと本当かはわからないんですけど、まあその辺はちょっとあの、まあ詳しき情報はちょっとあれでね、皆さんも自分で調べてって話なんですけど、あのね、僕知らなかったんですよね、あの、このアカウントが、その、テナナと11月ぐらいに喧嘩してたみたいで、それを俺全然知らなかった。なんでかっていうと、そのまあ、 その当然、いろんな人のアカウント確認するようなアカウントもあるんですけど、その僕の方は買って、その名ミルクとコテナら喧嘩してるんですけど、僕、名ミルクにもコテナラにもどっちにもブロックされてるんですよね。違うアカウントで中身見なきゃいけないんで、そうい他の人はやり合ってるのとかがあんま流れてこなくて、でそれでちょっと知らなかったんですけども、でも11月ぐらいに常に名ミルクが中身って言われてるそのアカウントとコテナラ喧嘩っていうかやっててね。で で、それであの、メイミルクがで今その浮気とか、そのエロイプがどうので炎上したんですけど、で、それに対して、そのコテナさんが、なんか、育ち系のまたこと言ってしまっててですね、で、これね、2年前ぐらいからやっぱあの二人って合わないっていうか、あの、やっぱり当時も、あの、まあ僕はあの、メイミルクコテナにはかなり詳しいでして、で、まあ、ユナイト初期からやってるんですけど、 まあすまあ、ちょっとね、今、あの僕の本業の VGC の方がね、ちょっと坂本巣が炎上してね、そっちにもちょっと行きたいんですけど、まあ、ちょっと今回ユナイトの動画ね、先に出させていただくんですけど、あのポケモンユナイトの,その初期から僕もいるましてね、で、まあにね、あのね、小手ナさんとメイミルクさんね、両方とも、まあ、通話とかもしてたことあるんですけど、まあ、結局ですね、その僕って、そののエロそうに見えてその、やっぱ自分が弱者男性っていうのを自覚しすぎてですね、 全然その、なんか他の人みたくなんか、あの、精子ばらまいていなくて、で、どっちか言ったら動画のバリを出すために、いろいろこう面白くするみたいな感じでの、あの、スタンスっていうか、そっちの方で言ってたというすごい嫌われてましてね、うん。 だから、あれですよね。まあ、でも、決してなんかね、まあ、あの、制服したとこでね、あの、なんか発展するってことは僕の画面じゃないと思うんですけど、ま、あそこは置いといてですね。で、それ何が面白いかっていうと、その、メイミルクとコテナラっていうのは前からね、そのメイミルクが、その、コテナラがキモいっていうのと、あと、コテナラからはメイミルクの育ちが悪いっていうのはずっとね、あの、言ってたんですよ。言ってたっていうか、その、その、はち、あのね、兆候あったんですよね。だけど。 僕は <laughs> 爆発しててね、そのメ名ル物小手治の最終戦争なのかなとは思ったんですけど、まあでも、まあなんか、そんなね、燃えなそうですよね。うん、僕、あの二人の絡みすごい好きなんですよ。めちゃくちゃ仲悪いそうで。うん。どっちもあの似たようなもんなんですけどね。うん。まこういうこと言うからすごい嫌いかもしれないですけど、でも一応笑ったのが、その11月ぐらいの、その、名物様が中身って言われたアカウントと小手治のやりとり見てたら、なんか <laughs>、 <laughs> なんかもっと表示のとこになんかリプがもう一個あってなんか、ヒカンが擁護して <laughs> コテナのこと。結構コテナの配信にコヒカンいる時期あね。うん。あいつはあいつでね、結局コテナに興奮して擁護してんじゃないかと思いますけどね。わかる、ひどいなと思って。メイビルコテナ、コヒカンクロタリアン、ショウゴって。笑,笑っちゃってさその、ね、急にあいつが出てきて。うん。本当笑っちゃったんですけど、まあ、そんなことを置いていてですね。まあ、今回まあでも思ったんですけど、まあ、あやきくんは本当かわいそうでね。 僕の1年前ぐらいの動画でも、その、前木くんがそのメル様をあの引き取ってくださいみたいな動画を出して、で、頑張ってくれみたいな、とねちょっとエールを送ったんですけどね。まあちょっとね、多分ね、メル様あれ、ね、あの病気なんですよね。うん。まあ元からその IQ がその境界知能っていうのは、まあ本人も言ってるんですけど、 まあ、あっもまあ、今、ちょうど、まあ、そうな時期がずっと続いてたんじゃないかなと思いまして。で、あの人が男とよく絡むのって、なんか、決して本人がやりたいとかじゃなくて、なんか、単純に、あの、薬みたいなもんなんだと思うんですよね。僕的に思うに。その単純に心を落ち着かせるために自分に優しくしてくれる男の人のとこに行ってるわけで、別に本人がなんか、恋愛のなわけじゃないですよ。おそらくね。おうん。まあ、あともう一個、まあ、気になったのが、その、メイミルクさんはなんか、 この会話にはもう近づかない方がいい、親がかわいそうみたいなね、あの、ツイートしてる人がいたんですけど、メウ様の親ってもういないですからね。あわかまあ、父親はいるんですけど、あの、パワハラっていうか、その、メウ様のこと殴った、あの殴ったっていうか、ね、あの、兄弟と一緒に今、結構きついね、感じで。で、メウミルクの腹違いの妹っていうのは別の配信者なんですけど、あの、メウミルクのお母さんっていうのはね、まあちょっとあんま言ってんのかわかんないですけどね。まあちょっとあの、いろいろありましてね。 ただこのようにいらっしゃらないと、おそらく、うん、いうことですね。まあ、あれをしてしまいましてね。うん。まあ、なんで、あれ <laughs>、そもそも、あの、麻代さんは頼るような親っていないんですよ。うん。まあ、敷いて言えば、1、2年前の、はい、当時配信してる時の麻様は、あの、父親のマンションに、まあ、父親とよく住めるなと思ったんですけど、僕はね。まあ、父親のマンションで、配信してて、うるさいみたいなね、ことになってたみたいな、ことは覚えてるんですけど、まあ、でもね、あの、本当、 ま、で、小手長さんは逆に、あれなんですよね。あの、親が金持ちだからね。うん。でも結局でも、あの二人って同じ穴の無事なんんですよね。あんな変わらないですよ。どっちもあんな深いもんないしね。うん。結局だから、あの、ま、あそれはどうでもいいんですけど、その、で、メデ様のその、ね、親、親がかわいそうで、<laughs> 頼る親いないんですけど。<laughs> <laughs> <laughs> 思ったし、そのメン様が中身って言われてる、そのアカウントの悪口が、なんかその、他人に対して、なんか、こいつ学校に、クラスによくいる、なんとか女子だろ、みたいなことをそのメン様が言ってたんですけど、あの、そもそもメン様学校行ってないのよくクラスのことわかるなって僕思っちゃって、ツイートしようが悩んだんですけど、でもちょっとやめとこうって。<laughs> まあ中、高一ぐらいまで多分行ってるんですよ、ね、である人。でもよく学校のことで分かるなと思って。あの、ちょっと悪い。なんか、そういう言葉がすぐ出てくる自分が怖くて、ね。<laughs> まあ、ツイートしませんでしたけど。まあ、あのね、あの、ちょっと思ったということでね。はい、まあ、思ったんですけど。まあでもね、なんかその、まあ、前からね、急におっぱいいいしたりとか、まあ、あの、上昇不安定なところありましたからね。うん。<laughs> <laughs> そうまあでも、一つ言いたいのは、あの、そんなになんか根底に深い思想があるかとか言ってないですよ。<laughs> もう普通に精神病の方なんで、あの、適切な治療を受けた方がいいなと思うんですけまあ僕も精神病なんですけどね。うん。ね。<laughs> まあなんですけどね。うん。いや、でもなんかあれだな、あの、なんかね。<laughs> この際だから小手なさんの顔とかが出てくれはもっと面白いのなと思ったんだけど、あれある人ね、ちゃんとあれなんだね、封鎖してるんで出てこないですね。うん。 いやでもね、ほんとちょっと笑ってしまってね。<laughs> <laughs> ですよさ、メイウ様のそのねで、中身って言われてるそのアカウントさ、なんかその、う、ま、ち、あ、が顔出さないのは、なんかどの子のリスクがあってみたいなこと言ってたけどさ、なんかその、自分がブスなんじゃないかって言われてね。うん。他金 <laughs>、まあの人のこともね、なんかブスブス言ってるからね。うん。<laughs> な,なんだけどさ、お前おっぱい出してるやんって言って。<laughs> <laughs> <laughs> 本当でうちっ笑ってしまって、なんか笑いすぎてね、あの、本当 まあ、ちょっと、お、面白いなと思いましたけど、まだ、あ、深いものがあるかって言ったら全然ないですよ。うん。でなんか、収束するといいなと思いますけど、あんた、あやきくんは、その、僕は直接あやきくんと絡んだことはないんですけど、その前も話したと思うんですけど、その、勝率が低い人を、なんか集めて、なんか、フルパエルっていう企画の時に、一緒に、いや、確かいたはずなんで、<laughs> <laughs> 要は、前も話したんですけど、だから、4分の1の確率で、俺がその枠にいる可能性もあったっていうか、普通に俺配信とかでも絡んでたから、結構確率の期待値あったはずなんですよ。だけど、恐ろしいほど僕は日もテなんで、全くそういうことにならなかったですよね。あの、深夜にパワーパ配信とかしてたけど。うん。まあだからね、いや、でもこの件にね、ついで思ったのがね、いや、本当と、メイさんはね、幸せになってほしいですけどね、多分ね、僕が思うに、あの人死ぬと思いますね。30ぐらいまでに。うん。 <laughs> まあこれは本当、笑い事じゃなくて、結構ね、いや、もう出てると思います、八王からに。うん、で、それをあの止めようっていうのは、あの意味ないですよ。うん、<laughs> あの他人が止めるなんておごわしいんだから、本人が死にたければ死なせればいいんだけど、本人が他の人にそのナイフ振りましたりしたら、もう確実にはその体拘束して止めなきゃいけないですけど、他の人がなんか自殺しようとしてる人に対して、なんかその、なんかね、意味はあのね、あの役所に行ってどうのとかね、あの、 大丈夫だよ、めずちゃん、みたいな。そういう言葉ってのはね、あの意味ないんですよ。うん。これは僕もね、似てるとこあるんで思うんですけど。うん、だから、うん。まあ、だけど、オーバードーズいくらしようがまあ別にいいんですけど、あの、他の人には、いろいろやり始めたらね、やられるけどね。結構、攻撃的な言葉で出てるんで、結構、危険な兆候だと思いますけど。 うん今頃死んでる可能性も全然あるんじゃないかなと思いますけど、でもそれが悲しいことかって言ったら、そのなんか本人はその、ずっと悩んでるんで本人は。だから、<laughs> あの死んだ方が幸せかもしれないなっていうこともありますけどね。まあでもやっぱりでも、ね、なんか助かるんだったら助けた方がいいですけど、でもその他人が出てくっていうのは本当におこがましいことで、 大体その悩みが強い人っていうのは繊細っていうか、うん、んア,あのアーティスト的キ,キスな人多いと思うんで、うん。まあ、今、今、今時のね、そのトヨコとかのね、ああいう、なんかそのね、あの、舌青くしてね、喜んでる連中とかが、その、まあ、本当悩みとかあるのかって言ったら、またちょっと微妙なところだと思うんですけど、だけどその、 その人がやりたい、その意志に、やっぱ尊重、ある程度尊重する必要が僕はあると思うんですよね。うん。だから、その、僕は、だから、メイク様、大丈夫、あの、今度は話そうみたいな、そんな馬鹿なこと言わないし、あの、ね、その、祝ってるところにですね、あの、取りってどうのとかね、うん。そんなことはしないし、そもそも僕、日持てなんでね、あの、あれですけど <laughs> で、メヘミリクさんと小手田さんね、ほんと、あの、もう、な、な,なんかね、もう、 これ以上多分仲良くなれないのかなと思いましたけど。まあでもね、あの、性格の悪さは小手の方が上なんじゃないかなって僕は結構思いますけどね。はい。まあでもね、あのね、ほんと。まあでもなんか、うーん、なんて言うんだろう、そのなんかね、いないとかに見てるとね、なんか、うーん、なんか子供に発情してるおっさんとかも結構いるじゃないですか。うん。<laughs> だちょっと怖いなって思ったし、あの、なんだろう、なんかね、その、うーん、 何て言うかなんか幼いなっていう、でも結構20超えてる人も多いんですよ。うん、だけどなんか子供みたいな iPhone とかじゃないですかみんな。<laughs> <laughs> <laughs> だからちょっと面白いなと思いましたけど、まあでもなんか、まあ今時の若い子ってのはみんなああいう感じなんだろうなちょっと思,思ったですね。これ VGC 界隈が GG ばっかなんですよね。若いのにね。うん、高校生なのにおじいさんみたいな人ばっかりですけどね、VGC は。うん <laughs> まあ、あれですけどね。まあでも、この件について思ったことは、まあね、あのー、でも僕はさっき言ったように、そのメイン様に、その、大丈夫、元気出してみたいなことは絶対言わないですね。うん。<laughs> あの、精神異常、主張とか、精神異常者にとってその言葉は毒すぎてね。うん。私頑張ってるのにとか、耐えてるのにっていうところにそんなこと言われたらブチ切れそうになるじゃないですか。うん。だから言いませんけどね。あと、まあ、小田さん性格悪いなとは思いますけど、ね、あの、立ち回りはあの人の方が上手いですね。うん。<laughs> <laughs> だけどね何だろうなんか2人ともちゃんと活動したらある程度 YouTube 軌道乗りそうなんですけどでもなんか管理ゲブイちゃんとかの数字見てるとやっぱユナイトだけじゃ厳しいのかなってなツイッチでハイレベルゲームやる方がいいのかなと思いますけどまあでもなんかねあの小手縄さんもこれから終わりが見えますよ、うん、今はそのその社会の閉塞感とかまあ、私はあの人は別にお金あるからその 物品的なものを困ることはないし、その、メイミルクさんと違って、その、な仲良くて優しい親がいると思うんですけど、でも今ごまかせてる閉塞感みたいのは、その、女の人っていうのは、その、男の人と違って、そのやっぱり20代後半になってくると、急にあの価値が下がってきて、チェアホイしてくれる人がすっごい減ってきますよね。うん だからそこであの耐えられるのかなってのはちょっと楽しみだなと思うし今だからまだあの何でもかんでもかねあのそのちゃんと活動しないちゃんと高頻度でやらなくてもなんかあの自分がやりたい時にこう合わせてくれるみたいな人いっぱいいて幸せだみたいな感じだと思うんですけどまあ20代後半になってくるとその一 ににまあ、そういういののじゃ無理になってくるので,でニコ生の女生主とかもう30代近づいてくると急に水着なったりする人いますよね。うん、<laughs> で男の人ってのはそのほとんどの人があんま必要とされないのでそういうの慣れてること方も多くてなんかあれなんですけどね女の人急にそれが来るからだからねあのそこに耐えられるかなっていうのは結構あれなんでその小寺さんも余裕ぶってるけどその。 現状、やっぱベイブリックさんが言ってることも結構一理あるなっていう話で、まあ、あの二人はでも結構なんだかんでて働いてはいるんで、僕よりは格上なんですけど、あの、まああれですよね、その耐えられるかっていうね、うん。急にね、価値下がってきますからね、うん。女の実況者と比べて、その男の実況者、僕、よくあの、一桁再生とかの人も結構見るんですけど、男の実況者誰も見てなくても何年もさ、毎日配信とかしてる人もいますよね、結構。 うん、あれはできませんからね、女の人には。うん。<laughs> であれに近くなった時が本当楽しみだなって思ったし、うん。まあでもなんかあれなんだろうな、その、まあ結局別にちやほやされるためにやってるわけではないと思うんで、まあ当然違うことをこうやっていくんだと思うんですけど、うん、置いてきた時がて小手ナさんはきついんじゃないかなっての結構思います、ね。ちやほやされないの問題じゃなくて、単純にその楽しいのかっていう人生。 こななっっててくるかなって思うしあの人って多分ね、なんか男見る目全然なさそうなんですよね。<laughs> なんか交渉ぶってるじゃないですか、なんかいつも。うん。ああいうのこそなんか上辺の変なのに捕まりそうだなって思うし、うん。まああとそのあやきくんも、なんか本当、のは頑張ってほしいですけど、うん。<laughs> ミルクさんね。うん。<laughs> まあでも、こう、皮下が、 こてらの用語してるのは、性欲だと思うんでね、本当あの怖いですよね、あの、あの黒ミちゃんの人形からさ、チンコレて生えてきてるみたいなもんですからね、うん。まあでも、まあ皆さんね、あの、ユナイト女子でね、でも本当ね、あの、うん、なんだろうな、なんか、な,なんかもう、なんか恋愛のって、なんか平安貴族みたいな人が多い気がしますね、とりあえず。まあ総括すると。うん まあ、とりあえずね、あのー、まあ、皆さんがあの頑張ってほしいなと思うんですけど、まあ、やっぱあれなのかなあの、いや、僕あれ期待したんですよ。あの、小手柄の話は出るかなとも思えるんですけど、その、うん、やっぱりチーカムさんの話は出なかったね、あの、裏赤でも。うん。やっぱり、その、顔面が完璧すぎるが故に <laughs>、その、チーカムさんっていうのにあんま、ね、悪口言う人少ないのかなって思うんですけどね、あの、やっぱ自撮り上げて囲いを集めてる人全般みんな言われてますけど、 ねえ、うん。チーカムさんはね、言われなかったですね。うん。あのチーカムさんとかとガンコちゃんとかそ、そうなんですけど、やっぱ、あれなんですかね、その顔面高い人って自信もありますよね。うん。で、ね、あの、自分に自信がなくて人叩く人も叩かないしね。うん。だから、なんか、顔面至上主義っていうか、うん、なんか、そればっかりはさだって変えられるものじゃないじゃないですか。うん。 だから本当、なんかもういね、なんか僕はそのね、あの、アングラ系のもの大好きなんですけど、なんかアングラ会話よりもなんか表の,表のね、あの明るい会話の方がちょっとね、グロい気がしましたね、少し。うん。まあでもね、あのー、ほんと <laughs>、うーん、なんでポケモンがさ、とことか歩くゲームやってるのにさ、なんかみんなセックスしてるのかなと、本当不思議に思いましたね、はい。 まあ、とりあえず僕は、あれですかね、まあ、エトナに見捨てられ、エトナに見捨,見捨てられ、大阪の立ちんぼに見捨てられ、ね、も子に見捨てられ、また最近もね、まあ、いろいろあれですけど、ね、で、マリナ蒸発して、みたいな、まあ、いろいろありますけどね、うん。まあ、なんだろう、でもね、やっぱ、女の人なんか減りくだる人よりも、やっぱりなんか、 なんか、問答病でさ、なんか、殴ってさ、金せびるような人の方がモテるのかなって、やっぱ、りそれは共通して思いますね。うん。まあ、だから、なんか、自分も優しさを捨てて、なんか、もっと、あの、激しくね、行こうかなって思いましたね。はい。まあ、とりあえず、今回は以上となります。